あれ知ってて、すごいね、ラーメンズの小馬券ね。はいはいはい。小馬券芸能界引退ってなって、そうだよ。おっと思って、確かに速攻オクラに電話したよ。どうなってんの、なんでだってさ。いや、わかんないよ。わかんないってさ。パフォーマーとして引退するってことだよね。うん、出ないってことだよね、もうね。いや、だから俺もさ、うん、あ、もうなんか、普通の人になっちゃうのかと思ったら、うん、ちゃんとあの演出とかそういうことはやるんだよ。そっちはやるんだよ。裏方でもう。執筆舞台の演出だ。多分そういうことやるんでしょ？うん。あ、足が悪くてって感じだね。ちゃんと手術の身長生活で支障ないんですが、体を限界まで追い込むステージパフォーマンスとなると無理が出てきてしまいました。あら、そんな感じだったんだ。それらしいこと言ってますけど、理由はこれだけではなく様々な経緯を踏まえ自分で判断したことです。まあ、それはそうだよね。うん。うん、何だったんだろうね。何だろうね。はあ、もう会えないのか、じゃあ。会えないことはないんじゃない？でもさ、ああいうさ、たまに俺らライブとかやった時とかにさ、小馬券が、あれは2年前のやつなのかな、うん、?2 個前かな、でゲストで来てくれた時とかあるじゃん。うんうん、なんか嬉しいじゃん、なんかあの、久々に会う同窓会的な、まあね、なんか、そうそう、小馬券と会うと。うん。うん。もうそういうのはないんだよ。そう、もうないんだよさ、そういうことがさ。へぇ、はあ、そうなんだ。よくね、俺たちとラーメンズとバナナマンでライブやってね。うん、やってたよ。うん、もう、経ったんだね、期間が。そうね、もう十何年も経ってんだよ、多分。経ってるでしょ。うん、まあまあ、でも演出家としてやっていくんだったら別に、そう、あれじゃない？で、いろんな企画みたいなのもあるんでしょ、うん、多分。オリンピックも絡んでるんでしたっけ？そんな絡んでる、ね、あのパラリンピックのなんかやるよね。あ、そっちに絡んでるのか。そう、オリパラド、パラピン、パラリンピックの方か。はいはいはい、そっちやってんのね。うん、だからすごい人なんだよね、この人はね。だから小馬券あれじゃない？結局こうやって引退するとかっつって、そういう演出とかやるんだから、うん、演出家として出てくるんじゃない？だって佐久間さんラジオやってんだから。そうだね。そうだね、演出が出て。そうだよ。そうだ。だから、多分引退って言ったって、そういうラーメンズのライブみたいなのやんないっていうだけで、多分、全然出てくるよ。うん、だって出るの好きなんだから。うん、本当はね。うん。確かにそう。出るの好き。目立ちたがり屋なんだから。まあまあ、うん、そうね。うん、一番そうなんだよ。そうだよ。目立ちたがり屋だったな。一番の目立ちたがり屋だよ。お辞儀の仕方も違ってたしな、最後に。俺ら、みんなでね、バラナマ、おぎやぎ、ラーメンズで出て、最後の俺、ライブの最後ね。ありがとうございましたって、みんなで横に並んで頭下げるじゃない。うん。うん、その時もな。そう、小馬券だけは、下げないんだよね、そのタイミングで。みんなが下げたタイミングでは。うん、で、みんながこう、上がった時ぐらいかに下げて。その間、このね、うん、横でね、小馬券ね、一番端っこにね。一番端に立つよ。で、俺らがお辞儀してる間に、うん、小馬券がね、こう手を叩くのか。そう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 。手を叩いてる。こいつらに拍手みたいな感じで。そうそうそう。うん、もう完全俺らもう、本当に下僕よね、うん、あのね。そう。もうあの人たちの、あの人の。みんな、6人横に並んで、5人がこう、うん、お辞儀してるときに、小馬券は横で拍手してる。だから本当、一人だけデザイナーみたいな感じ。そうそうそう。もう全然違う。立場が全然違う人間に見えるっていうね。で、俺たちが頭上げたときに、そう。こう、お辞儀して。やっぱり、そういうね、ことをやる人間だから。いや、だからかっこいいのよ。演出家としてやっぱ向くのよ。うん。そこは。うん。だからそういうね。うん。いいよね。そんなに目立ちたがりだから、俺はね、引退つったってね、もう、あれですよ。演出家として出てきますよ。でもこれからどんどん名前を聞くようになると思うな。うん。うん、どんどん、うん、自己 PR じゃねえ。なんか移動していくんじゃないの？うん。なんか、いろんな、まあ。ちょっとね、引退ってなった時、え、なになに？どうしたどうしたと思ったけど。まあこれは引退って言ってもね。うん、そうよ。あの、本当今まで通りだよ。多分引退ってこう言ったのも目立ちたいからだからね、これは。言ったら。別に言わなくてもいいやつだから。大仁田商法？大仁田商法。そう。大仁田商法か。別にいいのよ、これ。まあね。うん、本当にだから、うん。最初ドキッとしたけど。そう。内容見たら、まあ、演出やるんだったら、まあまあ今までと変わんない。世界にいるわけだから。うん。うん。かねー。そうですよ。おーさあ、ところで日村さん。お、話変えました、ね。まあ、話変えますよ。それ変えるよね、ほんま。見た？見た。うん、おう、俺あんま見なかったんだよな。うん。うん。いいです。もう、渡部の会見は、
あ、まあ、全く見てないわけじゃないけど、うんうんうん、まあ多少ね。あ、渡部のね。渡部のことでしょ、だって今はやっぱ渡部のことじゃないの。ああ、うん、あ、俺はあのラーメンズ小林健太郎のことだったんだけど。あ、それはあ、そうね、そっちか。まあそっちもね、小林健のそうね。渡部の会見の方か。昨日ね。あ、昨日ね、渡部は昨日かな。そうそう、ちょうどあれ小木屋も言ってたろうけど、はい、あのマジ歌の。うん、収録やってたから昨日、ね、ちょうど同じぐらいだから少しだけちょこっとだけ見たんだけど俺も、うんうんうん、まあ、日村さんなんか準備してたから全然見てないでしょ。ぶっちゃけそのだから、うん、まあ、ワイドショーのでね、うんうん、ちょろっと見たぐらいで、うんね、あんまり見てないです、うん、ね、元気そうだったね、うん、久しぶりに。なんか7キロぐらい痩せたとかって言ってるけど全然、まあ、全然ね、肌ツヤも良かったっていうか、うんね、元気そうというなんかもっとゲスト率とか元気そうっていうのもちょっと違うか、うん、でもあの久しぶりに見たからさ、うんね、大変な感じだったけどね、うん、そうだね、まあもうしょうがないけどね、うんうんうん、まあそれじゃなくてね、うん、あの俺が言ったのは小林健、小林健ね、そっちもそれは大変なことだけど結構小林健の方が衝撃だったよ、急に言われた、分かるよ、うん、衝撃だったよね、だって俺言っちゃったもんね、日村さんにね、うん、ネットニュースみたいなの見てて、なんかあの楽屋にいた時に、うん、お日村さん、え知ってるっつって、うんね、何っつって、あのラーメンの小林健太郎が引退って、引退？そうそう、それで日村さん知らなくてね、俺知らなかった、だから多分すぐ、うん、ネットニュース多分すぐ確認できたんだろうね、日村さんね、俺も結構ネットニュース見る方なんだけど、ああちょうどたまたま見てない時だった、ね、見てなかったんだよね、そう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 、で、あれっつってね、で大倉もその後同じ仕事で同じ現場だってちょっと後に来て知ってるってなって、うん、やっぱ俺らねやっぱ昔若い頃一緒にやったりしてたから、うん、ちょっと、うん、えって感じでね、うんうん、ちょうどさ先週もそのラーメンズの小分けの話してたから、うん、あそうね、俺ら別に知ってたわけじゃない、うん、全然あの直接聞いて、あ連絡とかないないない、だってここ最近はもう全然そんな感じじゃないし、俺もない、一番なんなら連絡取るであろう人は大倉だもん、うん、その大倉だって最近取ってなかったよ、いやもう全然最近取ってない、連絡とかなかったなかったです、ね、あそうなんだ、知らなかった、知らなかったです、本当に、あ知らなかった、はい、へえ、そうそう、ね、いやで要はあれでしょう、だからそのまあもう自分がパフォーマンスする演者としての引退ってことなんでしょう、うん、って言ってるね、なんかそれはちょっとよくわかんないけど、井村さんもじゃあ言わなくてもいいじゃんみたいなこと言ってたけど、いやまあだからいや俺なんかなんで言うんだろうなと思って最初は申し訳ないよ、なんでこれ言うのか別に言わなくたって、だからちょっとわかりづらい引退だなっていう話になったね、そう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 、小馬券本人のコメントとかも、うん、俺かなり後に見たんだよね、うん、実を言うと、うんうん、あの後だって普通に収録してた、収録入っちゃったから小馬券がただパフォーマンスを引退っていうのも、うんうん、いやそれ別にだってそんな言わなくたってさ、まあね、別にオファー来なきゃパフォーマンスなんかできないし、俺らの仕事ってのはそうだからね、うんううん、って思ったんだけど、そうそう、あとやっぱ考えたら確かに小馬券のファンの皆さんはね、そうそう、それ言わないとさ、そう、だからその後ね話して、うん、だからあれなんじゃないっつって言わないと、そういう仕事もこう依頼されたりとか、そう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 、あとこう見たいファンの人とかも、うん、それがなんで最近出ないのかなとかなるんじゃないっていう話になって ね、あじゃ あそれはまあ言うかみたいな、うんうん、そう、うん、だからその前はね結構なんで言うのかなとは言ってんだ、ぶっちゃけ俺それはその否定的というか別に言う必要なくないかな、単純な疑問として、疑問として、いや俺らはそうだ、仕事的には、うん、その引退とか、まあもちろん何か理由があっての引退ね、うん、それはいろいろあるだろうけど、うん、仕事別に言わなくてもなくなってきたらもうね、だって引退みたいなもんだしっていう部分があるから、そういうふうに考えるのも分かるね、うん、うん、でもだからそうやって、でもちょっとやっぱおってなってね、いやなるなる全然なるなる、うん、ね、うん、だって小木屋とかともちょっと話したりしたり、うん、あ本当、うん、昨日あの間にね、少しセッティングね、そう、うんうん、あれね、そう、うん、この件、そうそうそう、うん、あんまあ、びっくりしたねって話したけど、うんうん、でもあのあれはどういうことなの、その創作活動だから裏方としてとか本書いたりとかそういうアーティスト的な活動は続けていくってことなのかな、うんうん、そうみたいです、うん、もうそうだよね、あとなんか足病気怪我して、あそこも知らなかったね、うん、いやそこがあるんだね、いや俺らもねぶっちゃけだって、うん、いつもう
あれやったのなんて、ね、君の席だからね。君の席が最後一緒にやったの。いや最後じゃないかな、君の席が。30代前半とかじゃないの。君の席が最後です、バナナマン。あお、2001年。いや小林でもその後、その後さ何回かあこう偶然会ったりとかあったよね。あったっけ。あの小林、例えば俺らも全国ツアーかなんかやってる時に福岡かなんかで、向こうも福岡でやってる時に、あそう、ね、たまたま会ったとか。 あったそれはあった。そういうのはあったよね、うん、でもそれも相当前だよね。それも相当前、うんうん、俺片桐は朝ドラのエールでね、片桐も出てたから、うんうん、実はちょこっとその、なんつうの、事前番組的なエールの、うんうんうん、であったんだよね、うんうん、だそれもだいぶ久々だったんだよ。片桐はまあまあ合うよ。だってなんなら俺結構この TBS ラジオのところで割と毎週のように、うん、おおなって言ったわけ。バケンは合ってないんだよ。いやいや、だからなん、もうどのぐらい合ってないんだろうな。一応2013年の時に東京03のライブでバナナマンとバケン一緒に、一緒じゃないんですけど日にちが違うんですけど、うんうん、出て、その時ニアミスしませんでしたっけ。え、あった。なんかバナナマンが一回東京ゼロさんの当日舞台に、あれでしょ、そのリハ、そうリハでやったの。あったかな。ゲストで毎日違う人が出る、俺らと違う日にラーメン、はいはいはい、小林健太郎だけです。あ、でバナナマンが最終日に出るっていうのがあったんですけど、あ、合ってないよね、多分そこで。うん、合ってないかな。あ、そうでした。まあでも、まあだからその最近は全然そんなあったりとかしてなかったけど、うん、でもまあまあ言っても昔からこう知ってるし、うん、同い年だよね。そう、同い年です。だから引退ってびっくりするよね、ちょっとね、言葉的に強いし、うん、まあもうでもなんか、ああそうか、この前ちょうどだからその、うん、出会ってね、なんかライブやる、うん、もう当時の話をちょっとしてたから、うん、なんか、うん、えっていうタイミングだったから、うん、もうそっか、うん、もう二十何年経ったし、そういう人も出てくるよね、うんうん、そうだね、うん、まあでもなんかやるだろうね、小馬県ってね。なんかでもやるんじゃない、なんかやるよね、舞台やら、うん、いろいろやりそうって。あれ、まあ、もう実際そういう活動してたでしょね、結構ね、うん、そう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 、うんうん、だってああいうのもあるでしょ、なんかパラリンピックとか、ね、ああ閉会式のなんかっていうのも、ね、聞いた、うん、俺そういうのもね、すごいよね、うん、いやーそれがあるしね、まあ、そういう人だよ、まあまあだからもうちょっとそっちに肘を置いてというかってことでしょ、うんうんうん、ね、いや驚きだけどね、驚きだよね。まあでもまあおぎやぎと俺らとああいうのもやって、君の席もやって、うん、俺らはラーメンズと2組でジェニコとかね、うん、もやったりして、うんうんうん、なんかね、もうラーメンズ自体もあんまやってなかったでしょ、ここ10年ぐらい。もう10年ぐらいやってなかったと思いますね、うん、そっか、はい、まあだからラーメンズ1は残念だろうね、うん、まあだからいつかまたラーメンズのライブとか見たいと思ってたんじゃない、思ってたろうね、うん、いやもうファンはすげえ、ね、熱狂的なファンはいるからね、うん、もうそれはすごいもんだって、小林健太郎熱狂的なファンだろう、うんうん、そうですね、うん、その発表したその日も結構ツイッターとかでもああね、なったよね、うん、うんうんね、まあまあ小林健太郎はあれだろうな、なんか良くも悪くも純粋でさ、うんうん、まあ、間違いなくまあまあ才能はあるから、うん、何かしらでやっていくんだろうな、うんうんうん、だね、ねえ、うん、引退すげえな、うん、あれ片桐はやめんの。やめないですよ。片桐はやめないか。明日ラジオ出るんじゃないですか。え、明日ラジオ出るんじゃないですか。ああ、そう、片桐はだって全然俳優とかもバリバリ成立してるもんね。なんかね、もうね、すごい見るよね、うん、片桐ってね。いや本当だよね、めちゃめちゃ見る、うん、本当だよね、うん。どうもラーメンズやついです。違うでしょ、ラーメンズではないでしょ、ラーメンズに入ったことないんだよ。どうもラーメンズやついです。違うじゃん、違うじゃん、ラーメンズじゃないじゃない。どうも小林健太郎です。違うよ違うよ。すげえな、騙せると思った。無理だろそれは。ポクポク言って、小林ポク言って、小林健太郎です。全然ダメだね。もう声質が今日はエレカタの全然ダメだ、もう場所をお借りして声が
寄せ、もうちょっと。どこでも喋っていない話を。もうちょっとちゃんと。え、それで健太郎の声真似したらそうなっちゃう。そうだよ。本当に。小林健太郎。そんなに言われんだよ。自分の名前そんな言われんだよ。やついね。お笑いの教科書。持っているよ。生地知ってるだけにね。そういうの言ってましたからね。確かに、ね。はい。コントが、コントのね。ね。変な羊みたいな絵を描くよ。羊だったっけ、うん、あったっけ羊だったっけ、あったっけ、あったっけ、花うさぎの花うさぎじゃなくて違う卒業玉美の卒業展で卒業制作ね、羊みたいな絵描いてた、うん、あそうだからそんなの知ってるの本人しかいないじゃん、ね、いや違うじゃん違うじゃん同級生いるだから俺が小林違うやついな卒業制作やついなあ今だじゃあお前は誰だあ小林健太郎お前もやるのかよちょっとやってみて今回は一緒じゃないよく言えたもんだなそんなめちゃくちゃよく言えたもんだな君は君のこうこそよく言えたもん、ね、知り合いでしょうねそんな変な喋り方するそしてあ美大ジジイの片桐仁ですって書いてありますね ありがとうございます、まあ、ラーメンズの ね次回公演のタイトル、ねうん今日も始まりました、はい、方のコント太郎、はい、冬が到来夜は冷え込んであんこう鍋が美味しい季節ですねいやもうそうだねなんでそんなこと書くんだよ話せよラーメンズのことラーメンズって言ってたんだからで、ねはい、いやすごい話題がね騒然になったんですよいやそうよ、ね、だってもう2大引退だもんねそうだ当日ね水島新生大って並んでだって60年が堅いや漫画家生活60年に巻くっつってんだから水島新生先生が引退するって午前中ね知らなかったんだ、ね、知らなかったんだおいやそれ知らないよ知らなかったからあれちょっと遅れたよなだから小馬健な引退の発表ないやいやもともと午後に発表する予定だったからいや本当にうんいやちょっとだからちょっと昼んだと思うんだよね俺いや水島新生先生だからね、ま俺の日なのに。そうだよ。水島確かにって思ったけど。それはあったかもしれないね。うん。ドカベンすげえ探しちゃったもん、俺。いつ、俺知ってたじゃん。まあまあ、まあ、ちょっと前にね、聞いてた。だから、あれ今日の12時とか言ってたけどな、なんて思ってさ。うん、あ、でも俺ドラマ、あの、ドラマみたいに撮ってたから、うん、その合間合間でさ、そうやって見てもさ、ラーメンとか見てもさ、まだ来ないっつって。さ、調べてもさ、うんどうなんだよ、うん、みんなのほほんとしてんだよなんか YouTube 見ましたみたいな、はい、おいおいもういないのになんて俺こっちは思ってるわけじゃないもういやもう君が思ってるもう1ヶ月も前に死んだんだよって思ってるじゃ ん, じゃんこのコンビはなんて思ってるわけじゃんいや言ったら11年前に死んでんだよいやいやいやそんなことないよそんなことないよ11月の中旬になんかやめてたみたいなことだったからまあまあそうだね今年だからもう1ヶ月も前に終わってんのにそれラーメン書いてるわけじゃん。書いてるわ、ね。ああ、だからまだ発表ないのなんて思って、まあね、タイミングがあるからね。でさ待ってたの、うん、でなんか撮ってさ合間にまた調べてさ、うん、ドラマのね全然書かないじゃん。なんだ早く早く書けよなって。その時にもう新次が出ちゃってるわけでしょ。さ新次は出ちゃってる。新次は出ちゃってる。こっちはさその乗り移ってるからもう、うん、あの小馬犬の気持ちがそうか。ああ新次からって今日やめとこうかななんて思ったと思うんだよ。いわきが出てきちゃってるからねあっちはね。だから本当に。だってみ水島さん行ってる日には自分も行く？行っちゃうジャンル、ジャンル違う。そうだね。ちょっと見送った方がいい感じもある。いや、でも12月1日がいいわけでしょ？でもさ、1月1日ってパターンもあるじゃない。そうだね。だから、もう1ヶ月伸ばしたって、うん、確かに。その、わかんないんだから、うん、いいってちょっと考えたのかなって思うぐらい。なるほど。ちょっと集中したのか。なかなかさ、なんか発表されないの？で、俺なんかちょっと見てたわけ、うん、ちょっとね。何時ぐらい出た？いや、俺は。もうさ、見ようと思ったら見れなかったもんね。パンクしちゃってね。で、俺、わかんないんだけど、うんその、ある時、うん、その、ラーメンズで、こうさ、検索してさ、うん、ピッてやったらさ、その TBS のさ、うん、内田、うん、っていうプロデューサーがいいんだけど、はいはいはい、ラジオ、ラジフェスとか、ねうん、とにかくラランド大好き、はいはいはい、ラランドかまいたち大好き、ね、ラランドかまいたち大好き、ね、その、いるじゃん、ね、内田、うん。内田だけが突然、その、あなんかラーメンズ、本当にありがとうございましたみたいなの書いてんの誰一人書いてない時に。知ってたんだな。だから、うちだ。え、ちょっとフライングしてる、うちだフライングしてると思って俺。怖っ。これはやばいよ、あいつ。これリングにかかるのこれね。これはやばいよ。うちだだけが、突然、ラーメンズの、うわ、なんとかってネタが好きでした。え？え？
ありがとうございましたみたいな一人だけ書いてるの。ラーメンズで調べたらそれだけがなんとなく、その引退を匂わせる文章で。あいつ、やっしまった。何だよ、何。で、誰一人その内田には、内田フォロワーがめちゃくちゃ少ないから、気づかれない。ニュースにもなってないんだけど。まあ、裏方だからね。それだけしか引っかかなくて。でも見た見たな、俺にはね。他の人誰もつぶやいてなくて。つぶやいた、つぶやいた。え、なんでこれ、え、うちでは発表するっていう展開になったの、うん、なんでだよ。なんでだよ。離れすぎだろ。ティンクルでもねえし。全然。ティンクルってもっといるだろ。うちでだけしか書いてないけどな、つって思ってたら。おう、これはちょっと、ねえ、やばいよ。まあ、3、40分経ったら。うん。だとばば、ばっと。ばっと。もっと、もう俺の方が先でしょ。だって。ネットでわーっと来たの。ツイッターとかだと。いや、うちだが一番先だよ。いや、うちはそうだけど。まあ、ラーメン、元ラーメンズだもんな、うちだも。違うよ。また全身の3人組の時だもん、ね。ないんだよ、3人組の時なんか。あ、あの時だ。あの時だ。どの時なんだよ。あの時だから。だから。ニールセンがいた時かな。あー、そこもあるよね。うん、いや、だから、うちだが一番真面目に発表したんじゃないかな。だからまあ、ケンタロウよりもしかして。すっぱ抜きだよね。すっぱ抜きだね。すっぱ抜き。なんか順序としてはケンタロウが言うと事務所が同時に言って、それを受けて俺がちょっと遅れて言うっていうタイミングだったんだけど。そうだよね。なんかツイッターの方がいいの早いじゃん。まあまあ、小林ケンタロウツイッターじゃなくて、小林ケンタロウのあの、コンテナのホームページ出したんだよね。あ、まず。コメント。はいはい。で、トゥインクルが出して、それをトゥインクルは事務所のツイッターで出して、ね、うん、俺もそのツイッターで出したら、うん、そこだけニュースになっちゃったんだ、最初ね。あ、そうそう。だから俺、ケンタロウコメントしてねえなと思ったもん。だからみんなコメントが、ケンタロウさんのコメントが見つからないんですけど、みたいにいっぱい来るから、なんだろうと思って、そのコンテナっていう、ケンタロウのやってるページの、小林ケンタロウの仕事っていうページ飛ぼうと思ったらもう飛べなかったね。ああ、もうパンパンで。そこ見ててね。うん、まあ、だからそれよりも何よりも内田がまず。内田がまず。誰よりも早く。早いよね、やっぱうち。匂わせたんだよね。なんで匂わせたっつうか、もう、言っちゃってるよね。うん、言っちゃってる、ね。ただ、何の影響力もないから、何にも話題になってないの。しかも、いいねもゼロだし、その、何を言ってるんだ、誰も見てないから、何にも、ノーリアクションだから、全くもって、無風なんだけど。もう今見れないだろうね、それね。俺だけは、その、うん、知ってるから、うん、そうね、両方ね、早めに検索してからね。ね、その収録の合間に、ラーメンで検索すると、そう、うちのだけしか引っかかない時、ね、瞬間があったわけ。ツインクルよりも、うん、早いんだ。うん。内田法が炸裂したんだよね、やっぱ。最初にね。だから実は内田なのよ。法じゃねえんだよ。内田がね、一番。威力ゼロじゃない。実は TBS ラジオの内田がすっぱ抜いたって、ぜひこれニュースにしてほしい。そうだね。ちっちゃいな。一番早かったんだから、だから。一番早い。知ってたんじゃない？ TBS はね、主催でしたから、ね。いや、なんか匂ったんじゃない？うん、やっぱこの日だなって。虫の知らせだよ、あれ。内田はやっぱ元力士だから。なんで野生的な感があるんだね。あるんだよ。人間よ。塩投げてるやつはやっぱすごいから。塩投げてるやつは違うから、ね。塩投げてるやつはそんな投げてないでしょ、うちだって。相撲としての凄さじゃない。ほんの数年でしょ、だって。塩投げてるやつは。塩投げることがすごい。投げたことないでしょ。え？投げたことないやつってやっぱ。塩投げたことない。勘を鍛えたかったら塩投げなきゃ。そうだ、誰の言葉だ、それ。うちだ。言ってないよ。言ってないよ。絶対うちだ言ってないよ。相撲取りちゃうの話全然しないじゃん、だから、ナマズ的なとこあんのよ。だから、ちょっと前、そんな前には察知できないけど、うん、ちょっと前に察知したんだろう、虫の知らせ、分かったのね。うん、動物的鑑定だ、ね。だから突然、なんかその、最近やってないな、ラーメンズ。いや、11年やってないんだって。だから虫の知らせ、それこそ虫の、まあね。それで、最近やってないな。で、あの、ネタ好きだったな、ありがとうございましたって、何気なくつぶやいたんだろうね。それじゃ全く、たまたまのタイミングなのかな。いや、わかんないな。まあ、その後すぐに、あの、発表になったんで。出たからね。だから、まあ、ちょっと、フライングはフライングだけど。ちょっとだから、おもらしくんだよね、だから。おもらしくんがあるかもしれない。おもらしくん。いやいやいや、まあ、だ気づいたんだよ。ほんと、塩投げてるから。ほんとにもろ出しくんじゃないの、その、ま、回しからポロリくんじゃないのやっぱそこは。それはポロっちゃったんじゃないの塩は投げてない。俺もだって、あの日の朝から、もう、言っちゃおうかなって思ってたんだから。なんでだよ。なんで言っちゃおうと思うんだよ。だ力士だしな。そう。力士じゃねえよ。俺も気づいて、感づいて。あんな細い顔の歴史ないだろ。な、体重増えないんだから、この人。誰にもさ、全然聞いてなかったの、あの日まで。なのに気づいたの。嘘つけよ。嘘つけねえじゃねえか。社長がもう、知ってたんだけど。一人ずつよ、あってって言ってたよ。そうだよ。だから社長、あれ塩じゃん。あれ社長が塩。社長塩ってなって。社長なんてさ、別にいていないようなもんだからさ、塩でできてるから。塩でできてるから。いていないようなもんだからさ。いや、そんなことはない。そんなことはないけどさ。じゃあまあまあ、だけど、その、12時に、うん、12時に小林健太郎検索だとか書いちゃおうかなと思った。昼に。まあ、13時だよね。うん、13時。朝9時とかに。13時半だった。今日はなんか起こりそうみたいなこと書いちゃおうかなあ、それはいいんじゃない？と思ってたの。でもやっぱ後でバレちゃうかなと思って。バレちゃうよ。後でバレちゃうじゃん。後でバレちゃう。後でバレちゃう別にね。まあバレてるわけじゃないかなと思った。別にいいけどね。うん、別にね。うん、
だからまあやめちゃってケット我慢したのに、うん、内田がさ、まあ、あだからやられちゃったよね。だから先にね、うんうん、まさかそんな伏兵がいるとは思わなかったもんな、うん、ただ思い出を書いてだけだから、ああまあそうだね。だからまあそんなに、パフォーマー引退でもない。あれは。そんな、そういうのは書いてないから別に。うんうんうん、まあそうね。あれ、虫が知らせたんだろうな、あれな。いや、そうか。じゃ今度ちょっと会ったら聞いてみるけどね。どうだったんですかっていうね。うん、やっちゃったろっつって。いや、あれ力士だからでしょとか。もしかしたら、ラランドあたりから聞いたのかもしれないけど。ラランドがなんで知ってんだよ。いや、社長が言うでしょ。うちの社長が。ラランドにも。ラランドうちの事務所じゃないじゃん。いやいや、関係ないでしょ。うちの社長言いに行くよ、ラランド。言いに行く全く接点がない。いやいや、言いに行って、かまいたちとかに言ってると思う。なんで社長が。言うちょっとごめんね、かまいたち。誰だよ。関係ないんだよ。いやいや、ラーメンの社長だけど、あの、今度あの、ケンタロウが解散する、解散やめることじゃ、バナナマンおぎやはぎ行け、マジか。そっちでしょ。筋的に。やってんだから、昔。いやいや、そうでしょ。ラランドって、ラランドとかまいたち。それだから、内田界隈ですよ、だから。どこは。だって、おぎやはぎは人力車のその大看板。まあまあ、オリプロコムの大看板、バナナマンは。そうでしょ。そうよ。それはさすがにうちの社長って分かんないよ。なんで分かんないって。そここそ言うべきだ。それだってうちの社長だって、それは、ああ、違う事務所の芸人さんだって思うけど、それ下だから、やっぱり。年齢的に。ラランドさんとか、まあね。かまいたちさんね。下だから、そうなるとうちの社長的にはもう、うちの子だって気持ちになるから。ならねえよ。ならねえよ。大吉本とフリーだよ。そうだよ。言いに行ったんじゃない？じゃあ、大吉本、かまいたち、大、あ、じゃあ、ラランドはもうな、似たようなもんだから、言ってる可能性あるから。言わないよ。君のとこも、ティンクルみたいな事務所なんだよな、なんつって。じゃあ、先に伝えといた方がいいかな。マジで意味わかんねえよ。伝える意味がないんだから、そんなの。ラランドもやっぱ知ってたと思うしね。まあ、そうか。で、まあ、これは、まあ、ツイッターすごかったもんね。ね、次の日もなんか出てきた。週のエレ方が終わった後、うん、ちょうど金曜日に撮ってたじゃない、うん、で、廊下を帰ろうと思ったら、設楽さんがバナナマンの打ち合わせしてて、で、大倉にも会って、大倉がちょうど何日か前に、佐久間さんのオールナイトニッポンで、まあ当時ラーメンとかバナナマン、君の席やってた時の話してたんだよって言って、で、設楽さんと普通になんか、ガンダムのゲームしましたよね、みたいなうちで、覚えてる？連邦対ジオンデラックス。したんだよ。今たちと、俺もいたの？いた。俺と、設楽さんと、あと、川島くん。耳ない。パパロワの。パパロワの。ってやって、勝った人が、じゃあ東京のお笑いのリーダーね、みたいなわけわかんないこと言って、ふたしらさん勝ったっていうのがあって、その後ね、今思う。確かにリーダーそういう話ありましたよね、みたいな話。ちょっと昔話をしてるから、うわ、あら、来週もう引退発表すんだよな、と思いながらまた。片桐は引退しないでしょ。いやいや、健太郎がね。そうよ。だから、その、なんでこんな話、ほら。何回もすれ違ってんの。ほら、俺が言った通りでしょ、だから。だから虫の知らせなのよ。そうだよ。ね、それか、まあ、設楽さんが元力士かだよね、だから。だから塩投げてるんだよ。元駅員です。あ、じゃあ塩投げてる。塩投げてないでしょ、駅員が。いや、鉄道だから。鉄道に塩投げるの。森城みたいなしてんじゃない、森城みたいな。あれ、あの、雪とか飛ばす。雪の時ね。あ、溶かす。塩化カルシウムね。違うじゃん、それ。だから、やってるよね、だから。だから、そういうのがあるんだよ。なんかあんだなと思って、急に。うん。だから、俺は結構前から知ってたから、その、いろんな人にね、ラーメンズ公演あるんですかみたいな話をされるときに、うん、いやー、ちょっと引退、相方がパフォーマー引退発表するから、でもそれ言えないし、そうね。その、まあ、未定ですって言うけど、いや、でもないんだよなと思って。でも見たよ、でも、あのね、多目的トイレでの解散コンサートで。解散コンサートじゃない。つけじゃない。だったら1時間40分もない。やってないよ。片桐だろ、あれ。あれ、似ても似つかない。片桐じゃないの？違うよ。あれ、え、解散、え、うちは北のおじさんでしょ？ホテルで解散したからだろ？引退を受けての会見でしょ？違うよ。会見なんかしないよ。多目的トイレ。俺は何も変わらない。1万円渡したんだよな。なんだ、多目的ホテルで。吹き飛びで携帯に1枚渡すって。どこで会ってんだよ。あいつの事務所で。それで芸能界から帰れって言って、それであれでも謝罪会見だろ、あれ。謝罪あれ。大変だっただろ、あれ、1時間全然違うじゃん。一緒じゃないの？一緒じゃないの？あんなシワシワな顔になっちゃうとはね。キューって。出るんすか、ガキつか、やっぱ。出ないよ。出ない。出ない。渡部さんじゃないですよ。でも、ケンタロウ、あれでしょ、ガキつかで復活でしょ？早いなぁ。早いなぁ。早いなぁ。でも収録終わってるはずだからね。早いなぁ。おかしいでしょ。生でしょ。前後しょ。生で31日生でしょ。生なわけないじゃん。俺見るよ。録画して。いや、普通に見ろよ。見る。出ないよ。あれって。出ないよって。うん。電話するよ、日テレに。あれ出ないんですけど。出ないよ。でもグリーンのメンバーだもんな。グリーン。いいなぁ、グリーンのメンバーだったら。
いや、まあ、違うよ。いろいろあって。うん。まあ、今回。そうだね。でもなんか、もともとほら、書くのが好きだから。はいはいはい。まあ、でも俺もびっくり、俺1年前ぐらいに聞いてるからね。結構前だね。1年前って。そうよ。だから、うん、これ1年俺抱えてたの、誰にも言わずに。いや、別にいいけど。あ、そうか。でも、あといっぱいの人に聞かれて、ね、確かになかなか、ね。一回だけ、いや、もうやんないですって言った時に、もう泣きそうな顔されちゃって、入っちゃったと思って。あ、その、お客さんとかに。そうそう、一般の人にね。うん、何で言っちゃったんだよ、現場で。何で言っちゃったんだよ。いや、だから、もう、ピリピリくんだからって。なんか、いや、だから、あの、なんか言っちゃったんだろうね。ないんですか？あ、もうないですって言った瞬間に、わーって顔されちゃったから、うん、あー、でも、そうだよな、まだだいぶあるしな、発表までに、みたいなのはずっとあったね。一年前から決まっていた、だな。そうだな。これは見出しでやっていただいて、エレカタ内で発表みたいな。一年前にあったんですよ。いやいやいや、ねえ、うん、ということで。まあでも我々にとってもね、もう幼馴染みたいなもんね。まあそうだよね。そうですね、大学時代から。二十歳ですよ、俺たちが。二十歳の時から会ってんだから、26年ぐらい経ってんだよ、もう。5、6年ね。うん、経ってますね。大学時代ね。大学2年とかだよね。俺が2年か。うん、俺が3年で。そうか。で、その時じゃん。そのなんか大学の代表が集まってな。ね、東京農大にね。そうそう、うん。今田ちいたっけ？俺いないと。今田ちはその後か。多分。そうだ、最初いないね。で、うん、俺とか、俺と。ヒロさんとかと行ったんじゃない？ヒロさんいなかったな。いなかった。俺だけだったかも。ホネッチでしょ。あ、ホネッチいたね。部長ホネッチだった、うん。まあみんな知ってると思うけど。あれでもさ、ケンタロウいなかったよね。なんかね、いなかったんだよね。最初の時はいなかったんだよね。そうそう。うん、で、片桐さんが一応代表できて、うん、そうそうそう。思われて、あの、絶対、あの、他の大学の奴らより面白くないと思われんなよって言われたね。お前だって一人だのに。お前って言われて。ジンが。で、なんで全然喋んなかった俺。やばい。確かに。面白くも面白くなくもない。そうそうそう。確かに何でもなかった、ね。そう。まあネタはね、もう面白いから、そう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 、ちょっと一目は置かれてたけどね。まあ、ラーメンズでもまだね、わかんなかった。うん、そう、ベールに包まれてた。うん。漫才の。漫才。まあ、いや、漫才にも出てなくて。そうか。出れなかったの。第1回の大学大会、俺ら大学で、笑いやってた奴らの集まりだから、うん。うん。それで大学、最初の1年、第1回の大会は、俺らも出てないし、ラーメンズも出てないの。出てない。そう。それで、ケンタロウがやる気満々くんだから、うん。その、自分も出たいって言いに行ったんだよね。そうそうそう。で、なんか、あのね、あの、当時ネットとかがないから、学校に案内が来たのを、学友課が言ってくんなくて、学生課が。うん。で、なんか、あるよって見たらもう締め切りが終わってたんだよね。ああ、なるほどね。そう。冗談リーグのね、はいはい、第1回。全くね、俺らと一緒だ。そうなんですよ。俺らも知らなくて。うん。それで。でも案内来てた。来てない。来てない、来てない。そう。俺たちは、あの、新聞を今たちのお母さんが見つけて。うん、こういうのあるよ、つって。今たちが俺に。今たちのお母さんが冗談に行く見つけたの？そう。へぇー。俺の今たちのが、それを切り抜いて俺のところに持ってきて、うん。そうそう。出ましょうよ、つって。こんなのあるから、つってね。そうそうそう。うん、へぇー。その時だけ、そのなんかな、うん。うん。虫の知らせだな。そう、そういうのある。それね、何年生の時？だから俺が2年。2年と3年の時。3年。いや、違う。一年生。もう2年生だっけ、俺。おで、俺に渡さないで、ほんとは三年生の部長の田中さんっていうホネッチに渡せばいいのに、うんうん、で俺に渡すんだよね。だあれがやっぱ運命なんだろうな。そうだね。まあね。ホネッチに渡してたらね。うん。やっぱその、あんま面白いと思ってなかったからね。いいじゃない。いいじゃないのもう。から。やっぱそういうの厳しいから、大学時代だし。俺たちそう、ね、こう見えてめちゃめちゃ厳しいから。厳しいから。大学時代の、大学生は厳しいから。大学生は厳しいから。自分らのさ、あの、笑いの幅が狭いから。狭いから。すんごい狭い。ありがち。すごい、マジ小学生みたいなノリだったよな。本当にひどい。女と喋ってる、つまんねえ。ひどい。ひどい。本当にひどい。二十歳とは思えない。本当に。うん、関西のノリつまんねえとか、そういう感じもあったし、ね。羨ましいからね、ね、俺たちの知ってる関西人がたまたまつまらなかったんだよ。ホネッチだろ、だから。ホネッチの話めちゃくちゃ面白い関西の先輩がいたら、あるある。憧れてたはずだろ。あ、いなかったんだ。いなかった。いなかった。だからあれはちょっと合わないなとか言って。で、ね、それで、行ったんだから、一緒なのよ。だから本当にうちの事務所に入るというか、うん、その、きっかけがほとんどな。大学対抗で優勝したもんね。俺らはね。ラーメンズが。出なかったんだっけ、その時。出れなかったのか。いや、あの、エキシビジョンで。ああの、メンバーが集まったのか、そうそうそう、予選で負けちゃったのか、とにかく。チーム戦で。そう、部員がいなかった。出れなかったの。で、ラーメンズだけ、プロ枠みたいな。なんだったんだよね、あれ。そうそう、すごかった。感じだったよね。そう。
だからアックスボンバーさんと一緒にやったんじゃない？アックスボンバーさんの前に俺ら出たんだっけ？意味わかんないね。でもアックスボンバーさんネタやった、やってたわ。ノザ、ノザちゃんでやってたし。だからなんか大会に出てないけど、うんうん、なんか大体同じぐらいの人で、うん、なんか、うん、あ、もう入ってる人なのかなみたいな感じだった。そうだよね。だって、ケンジャロ大阪大会の MC しに行ってたよ。うん、ああ、だからまあそういう感じになってんだね、うん。気に入られてたんだよな。そうそう。あの頃から大人に気に入られるの、うん、本当うまいもんな、あいつ。やっぱ確かにね。だからそのなんかこの、側の見せ方がうまいってことね。そうだね、うん。うん。ちゃんとね、形になってる感じがね。うん、するってのあったよね、大学生で。俺らが優勝して。俺らがお笑いの幅が狭くソリッドだったと思う。一人だけ幅が広かったね、やっぱね。いや、すげえ狭いよ、あいつ。すごい狭かった。偏ってますからね。めちゃめちゃ偏ってたじゃん。まあまあ、そうか。偏ってたか。下ネタ漫才やってたんだから。まあそうね。もうブラックなことも。こうね、不謹慎漫才。言っちゃいけないことを言うのが面白いみたいな。典型的な大学生だよ。そうだね。でもまあ、その切り口は面白かったけどね。まあ、そうだよね。うん、他がやるような感じ。ただそう言ってるだけじゃなかったんだよね。片桐さんも突っ込みまくってたよね。突っ込みまくって、だって突っ込みだったもん。ずっと髪をかき上げながら突っ込んでたよね。うん、そうだよね。なんか笑いながら前向いてさ。そうそうそう。ヘラヘラ。いや、違うだろ！ヘラヘラ。誘い笑いしてな。知らねえやつの誘い笑い受けないんだよ、俺。すごい。やってたね。ぽくやってたよ。言い過ぎなんだよ、なとか言ってね。やってたよ。ああ、全然やってくんないじゃん、最近。いや、できないんだよ、本当は。本当に怒った時しかやってくんないじゃん。嘘つけとか、嘘つけしか言わないじゃん。バカかね。バカね。バカね。あ、バカでしょ？バカ。で、まあでも、あと、本当のマジ切れね。本当ね、本当のやつね。うん。そんいやエレカタでだけだよ。そっからの後悔でしょ。そんなのエレそうだよ。そんなのエレカタだよ。そっからのふう。だから早いのもいろいろスピードが。でもそこがあってでももうじゃあずっと人もチームとかじゃなかったもんな。玉火いやそう玉火いなかった。なんかラーメンズがいることで、うん、ちょっとずつちょっと若い人入ってきてたんだけど。玉火に。何人かいたよ。ああ、チームで出れるぐらいはちょっといたんだ。いや、でもね、レベルがね、やっぱね、格段に違うのよ。まあ、確かにね。目指してないからね。お笑い好きだけどってぐらい。一、うん、組だけで、あとはなんかこう、まあ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 、普通って感じで。まあ、まあ大体そうだよね、大学の。まあね。サークルなんだね。だから、六大学、早稲田とかね、いろんな大学のやつ、面白いやつが入ってきてさ、うん、お笑いサークルいっぱいあってみたいな。うん、そういうのは、ね、八王子の山奥の大学はないから ね、まあ、ね。当時ね。俺らはもうそっちの方だからね。よく冗談に行く気づいたよね。まあ、そこでね。で、まあ、そこからだもんね。どっからの付き合いですよ。だから、残って、うん、なんとか。オーソドックスな漫才やって、うん、まあ、オーソドックスなコントやって、みたいな感じだったもんね、うん。そしたらコントがね、やっぱまた合ってたっていう。でもコントも最初、安定板付きが恥ずかしくてできなくて、俺は。だって恥ずかしい。安定板付きが恥ずかしいってどういうこと？わかんないのよ。何が？その椅子の位置がわかんないとか？いや、なんかその暗い間にこう座るのがもう恥ずかしくて。うん。もちもちしちゃった。もちもち。ヘラヘラしてもパッて見えてなって、あっ、ついちゃったって顔を必ずしちゃってたんだよ、当時はね。まあ、そこが。そうそう。それがですよ。まあまあね。それでも、まあ、全然受けない時期が何年かあって、うん、それで。全然受けない時期はなかったよね、俺らからすると。まあね。事務所のライブでは受けんだけど、オーディション受かんなかったりとか。うん、ーオーディション受かんなかったね。うん、俺らもラーメン、うん。ボキャブラのオーディションも言ってたけどさ、一回も何のオーディション受かんなかったでしょ、うん、そうか、ボキャブラの時代だもんね、先生のね。受かんなかった。この TBS ラジオでさ、うん、裏口さんがさ、赤坂お笑い道場ね。そう、チョッキーさんがさ、うん、自らさ、ダメ、ね、その、オーディションしてくれんだもんね。やってたんだよ。何100組ぐらいいた ?6 時間、7時間ぐらいネタ見せしてんじゃない、うん、あれ。そうだよ。ずっとね、待ってね。そのブラック。ネプチューンさんとかいいんだよ、だって。うん、そうそうそう。出てた、出てた。そのブラックな漫才を唯一受けてくれたのが裏口さんだからね。ブラック時代。まあ、だから、笑い道場が結構出てた。でも、だって、ずーっと落ちてたよ。あ、最初はね。笑い道場。俺、だいたいいつも一緒に、うん、いてたけど、ラーメンズは、なんかそのちっちゃい窓から、はい、あ、見える。ちっちゃい窓からこうやって見える。スタジオのね。そうそう。うん、な一組一組、なんか教室に入ってくみたいな感じでネタ見するんだけど、そうそうそうで、なんか裏口さんが真ん中座ってて、うん、で、なんかもう一人アナウンサーの人いて、向井さんです。向井さんね。あ、向井さん。うん、あと、なんか作家の人だよね。そうそうそう。ちょっと太った。うん、なんかいて、うんそれ自体が初だもんね。そうなんだ。そういうのね。そう。うん。まだね。ネタ見せしたことないんだから。うん。あ、こうやってやんだ、みたいな。うん。あ、こんな廊下でずっと待ってんですね。そうそうそう。めちゃくちゃ待ってたよね。うん、でも、浅草お兄さん会とか全部の芸人が見てる前でやる仕組みだったよ。ラママもだよ。ラママも最初は。あれやだよね。そうだったね。うん。で、ラーメンズ入ってって。うん。で、やって帰ってきて。
落ちるんだけど、うん、ケンタロウいつも、うん、ああでも分かったって言ってた。ああやっぱそういうなんかね。でもまた落ちるんだよ。でもまた入って、分かったから、分かってるから。それであでも一個一個、あの分かった、また今日もまた分かった、うん、また一つ分かった、うん、でまた落ちるんだよ、うん、まあこいつでも俺は、うん、こんなに分かってすげえと思って。いやそんなもんだ、ね、そんなもんよ、かまし合ってたからね、あの時は、ね、20代何にも、うん、とにかく大きい声を出さなきゃいけないってことが分かったとかしか分かんないから、うんうん、そうね、ちっちゃいから声がまず、うん、まあまあ最初はね、分かんないよ、ね、声ちっちゃかった、いやじゃないの、ね、でかい方だと思うけどな、うん、あと一番でかい小松ちゃんがいたもんな、ネタ見せとかな、やっぱ萎縮しちゃってるね、そうだよね、そうその6割ぐらいになっちゃうんだよね、そうやっぱ慣れてないからね、からそもそもねスイッチが入んないというかね、そう恥ずかしいし、あと恥ずかしいんだよね、めちゃくちゃ恥ずかしいよね、ネタ見せなんて、でもあの時からでも分かったって言ってたよ、あいつ言ってたよ、まあだから分かったって、まあ、その後出て、だって結局ね、その免許改善みたいになるわけであるでしょ ?4 段ぐらいになったかな。4段ぐらい。うん。ラーメン出なくなっちゃったの。あ、そうか。出なくなったのかも。いや、でもどっちだよ。お笑い道場だってほら、初段になれば、うん、あとはゲストでいつ呼ばれるかだったから。ああ。うん。そうか。あ、そう、でもまあ、単独ライブばっかりやるなってから出てないけどね。うん。でも終わるくらいになんか年間大賞みたいなもらったよ、うん。すごいね。うん。いやそうだよ、そうだよ。だってもう本番でも俺らね、ネタできなくて出てすげえ怒られたりしてたもんね。なんだっけ、そんな話。何それ。お笑い道場で。だって。全然ネタできてなくて舞台出て。俺が元々のコンビで受かってたのよ。うん、コロコロコミックで。そう。いや、その後その時に何回か出たんだっけ。何回か出てて。君と。ああ、最初ね。それで大学卒業する前に何回か出てて。うん、で、初段になったのかな、うん、なんかな、初段なったら、うん、解散になったから、うんうん、で、今だしてもう一回組むことになった時に、うんうん、でもなんかその出てたっていうのがあるから呼んでくれたんだけど、うん、初段からいきなり？いや、最初からだよな。やっぱゴングショーからやりました。忘れちゃったけど。やったやった。10人手挙げたら終わり。うん、で、2回目は5人手挙げたら終わりって。やった気もするけどね。とにかく、400人ぐらいのこと言ってたよ。ネタが、ね、一本もねえんだよ。まあなかったからね。まあね。お互いの別々のコンビだからね。そうそうそう。そうめちゃくちゃだったよな。ネタ見せの日に作ってたんだもん。そう。うん、まあ、でもなんか本番でもまあなんか作ってた気がするな。それでやって、なんか怒られてる。まあね。大体怒られてるけどね。稽古はね、稽古不足はあったからね、昔はね。そうそうそう、どう、だから稽古どのぐらいしていいかもわかんないんだもんね。うん。俺怖い話するから適当に突っ込んでとか言うのやってたすげえな、もう。プロだよ。プロ中のプロだよ。今だったらできるけどな。まあまあね。今できるね。今こそやらないけど、ね。ネタ見せでだよ。ネタ見せですごいよね。うん、今こそやる、うん、それだって、あうんの、うん、なあ。関口さん。関口さん、ね、関口さんに、それ、今作ってないって言ったら。バレとる。バレとる。うん、合格だっつってな。すげえな。それで受かっちゃうんだから。それまでには、なんとか作りますんで。そういうのあったよね。ここまでで人が。実は覚えがある。俺らはそうだけど、ラーメンはできてたよ。そうそう、ラーメンは、なんか、ちゃんとしてたじゃん。いつも余裕があるイメージだったけど。そう、カチッとしたさ、できた感じのやつ。漫画とかすっごい練習するんだから。まあ、してたね、うん、練習は、ね、漫才師のフリするコントみたいな感じだったよね。なるほどね。でもそれで本当にでもやっぱ最初のやっぱり俺がツッコミでケンタロウがボケだと見た目と逆だから、うん、それがなかなかこうなんか回転していかない感じがずっとあって、うん、まあ見た目のね、うん、ものでね。でも金ちゃんはそう言ってたよ、面白い人の方がツッコんだ方がいいってな、うん、ああどうね、逆でね、まあ、今なんかそんなんいっぱいあるけど、ああそうか、当時ね、うまくいかないな。大学の時が一番受けてたな、ぐらいのまんま何年か来て。ああ、まあまあ、わかるわかるわかる。それだってバナナマン見に行ったんだもん。97年に。それでそう。大倉にチケット取ってもらって。じゃんじゃんで。うん。一斉尾形さん見た翌週とかで。わかるね、好きなジャンルが。そうそう。だんだんそうなってきてたもんね。そうなんだね。そうそう。で、バナナマン見て、うわ、これだっつって。うん。だからバナナマン見てなかったらやめてたかもしれない、まず。ああ。あの時。まずね。うん。それが97年とか。で、8年に、うん、97年の終わりに、片桐に単独ライブやって。まあ、うん、何それ。あったじゃない、今たちも出てた。単独ライブって言ってんの、今たちも。あの時にはもう人気があったんだよね。あった気がするけどね。そう、まあ、前後してる部分もあるかもしれないけど。うん。まあ、それで98年に単独やるようになってっていう感じだね。うん。だからあそこだけの、ちょっとね、まあ、今だから言えるけど、その、ちょっと片桐さんの、単独ライブで、中で、テレビ、電話して、その、うん、
なんか素人の普通の人と会話するみたいな、ちょっとドッキリみたいな、うん、そのコーナーがあったんですけど、相方を探すみたいな、ね、片桐仁単独ライブ、ね、そう、単独ライブの中で、そうそうそう、うん、新宿風でやった、うん、あれは仕込みだってことだけ今回だけ謝らせていただいて、いや知らないよみんな、ふざけんじゃないよ。いや、なんで怒れんだよお前。あれだけは本当今ね、ちょっと時効だと思う。なんで問い合わせ先の片桐仁の電話番号が本当なのに、うん、そこは嘘なんだよ。そこだけは本当に。ジャマールに乗せたんだと、俺は家の電話番号ですね。あれです。ジャマール。じゃんじゃん迷惑そうだよ。電話が来てね。チラシにも俺んちの電話をかけたから乗っけたから、もう留守電46件入ってたんだから。人気があったんだよな。46件。まあまあまあ、うん、すごいけどね。そういうことを経て。減った。まあそうだね。減って、そんな。うん、だってもうそれこそうちの事務所のライブにずっと出てたんだから。うん、ラーメンの鳥で。うん、俺が鳥前ぐらいだろ、いつもね。そうね。MC 駅でね。で、もうパンパンになってたからね、シアターで。そうだよ、ドアの隙間から見てもらったりしてね。100人ぐらいかな。うん、みんなで大喜利やったりね、うん。やってましたけども。まあ、こういう形になりまして。うん、ちょっと一線からはというかね、表舞台からは。まあ、プレイヤー、まあ書くのが好きだから、でもプレイヤーをやらないで書くだけっていうのってほとんど多分やってないと思うんだよね。まあ、まあね。まあ本とかで、うん、出してたけどね。漫画とかは、そう漫画は書いてるけど、うん、なんかその戯曲で、自分が出ないパターンっていうのをね、どうなんだろうなと思うけど、でも、まあね、新しいことをやるんじゃないですか。ねえ、全然俺も会ってないから、もう何年会ってないから分かんないな。うんまあ、コロナがあるからしばらくその舞台というものをかなり、まあね、あの制御してそうあのできないんじゃないかとは言ってたけどね。まあね、ラジオコントみたいなのやってたもんね。そうだね、最近ね、カジャラジオね、うん、カジャラが中止になっちゃったからね、うん、そうですよ。出会いはなんだっけ。で、大学の同級生、うん、同じクラスで、あ、版画か、版画35人の両方版画かなんだ、うん、へえ。本当にうるせえやついいなと思った、ケンタロウで。まあ、うるさかった。すごいよ、もう。片桐がうるさいんじゃないの？そうでしょ。俺もうるさいけど。うるさいの？でもなんかほら、お祭り野郎、あの時もお祭り野郎だったから、ケンタロウはね。なんでうるさいやつだったの？え、なんか、もう受けてる感じですね。ああ、うん、だからもう本当に。最初のね、版画の授業、僕ら版画家の一期生だったのよ。ああ。だからカリキュラムもできてないから。玉火の。そう、最初の授業が、うん、ひたすら桜の木の、木版の版を2時間平らにするって授業だったの。うん、ああ、削ったやつを。まあ、それをさらにアロンアルファをつけて、まあ、小口木版っていうふうに木目がない、もう見えないぐらい削っていくんだけど、へそれが2時間ですげえつまんなくて、まあ、もうすごい嫌になっちゃったんだけど。単純作業だもんね。そうそうそう。その時にこう盛り上がったのがケンタロウで。俺が4番で、ケンタロウ8番で。何盛り上がったの それで。何盛り上がったんだけど、テレビの話とかじゃない？それこそ屈託のない。ああ、うん、人気者であったんだ。そうそうそう。で、これはライバルになるなって。やっぱ片桐さんはお笑い。お祭り野郎だからね。俺お祭り野郎じゃなかったのよ。おだ人前出たい気持ちはあったけど、どうしていいか分かんなかったから。はいはいはい。どういえる、すごいモノマネとかもうまかったし、いろんな部活のその新刊コンパに顔出して、ね、それでなんか芸やったりとかね。うん、すごいね。すごいよ。だからもうプロになるっていう、早い段階でそういう人だったから。そこでよく仲良くなったね。まあ、35人しかいないからね。ああ。じゃあみんな大体仲いいんだよ、そうそうそう。もうなんか、一クラスぐらいしかないじゃん、35人って。まあね。中学とか小学校とかの。うん、なかった、お知見をもう一回作ったわけでしょ。そうそう。だからそれも、うん、なんか健太が動いて、うん、その、部活の総括してる人に、部室欲しいんですけど、みたいな話したら、うん、お知見を、が潰れちゃったけど、うん、お知見の道具とかがあるから、うん、お知見復活だったら物質もらえますよみたいな話になって、それで最初この版画のやつ何人かと、まあ、お知見っていう体を取ったんだけど、はいはいはい、とはいえ何にもしなかったんだけどね、うん、そこに入ってないのまだ、そこに入ってるけど別にコンビとか組んでなくて、うん、だから学園祭で落語とかやってたよ健太郎、ああ、うん、まあうまそうだけどね、うん、なんでできんだなと思って。なんか、そんと、だからなんだろう。片桐さん入ってんでしょ？俺入ってんだけど。何してるの？オナニ？オナニ。オナニってなんだ？それはすごい勇気だよ。違うよ。人前でしょ？俺はだからその建物を、だからみんなで建てるのを手伝ったりとか。それ落語を見ながらってこと？めちゃくちゃ面白いコンビじゃねえか。相方が落語してる前で、シコシコしてるでしょ？してるわけないだろ。うわぁ、すごいな。どこで行ったの？下げでね。ちゃんとね、ちゃんと下げで。違いますよ。だから、その、なんだろう、お笑いコンビに自分がなることも、その、覚悟もないまま楽しそうだからって言って、うんうん、なんか、学園祭の時に建物建てたりするの手伝ったりとかね。そういう感じで看板書いたりとか。
まあまあまあね、美大だし、ね。学園祭の間さ、寄席みたいなの作ったけど、ケンタロウがずーっと一人やってたね、なんかね。やっぱそういうのも好きだった。まあ情熱もあったんだろうね。そうそうそう。そういうのね。例えばなんかやれよって言うときできないから、俺できないよって多分言ってたと思うんだよね。全然組まないじゃんね。そう、だからそれが大学3年ぐらいでさ、ケンタロウいろんな人と試してたの。あ、なるほどね。うん、じゃあもう順番的にはもう最高美ぐらいの。そう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 。片木さんは。なんで俺と組まないんだろうなと思ってて。声かかんない、声かかんない、毎日一緒にいんのにと思って。え不思議なもんだね。ラストラスト。ラストラスト。片木ってことでしょ。やってるし、関西弁のやつともやってるし。ラストエペラね。そうだね。それでやって。おぉ。あまあ、あそっか、片木か。まあ、しゃがないって。もう、まあでも。まあまあ、つってやってみたら。やるよ、俺ちゃんと、つって。言われた通りやるよ、つって言ったんだけどね。最初からそう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 。で、いろんなコンビのネタコピーして。はいはい、まずは。そうね。それで、こう、これ、これ、こうで、こうだ、つって。ああ、なるほどな。ちょっと、解体してネタを。俺はでももう、三村さんの言い方ばっかり真似してたけどね。なんとかだよ、って。バガルディ、当時。そうそう、バガルディ。だからその、やるっつってもやっぱ大学生の真似事だった人とプロ志望だった人だから見てるとこ全然違うよね。そうだよね。でもそれ普通にその感じで言うとね。そうよ。次また次に行くじゃん。行かなかったわけでしょ？そうだね。うん、まあ卒業も迫ってきてたし。うん、で、うち版画学科という就職みんなしない時期だったまだ時代的に。うん、まあなんとかなるだろうフリーターでみたいな。大学は出るけど。そうそうそう。うん、卒業もすげえ簡単にできるし。うんだから、な、学費が高いだけでね。どうしようかっつって。そうそうそう。じゃあいいよって、お笑いやるよっつって。すごいなこれもね。これもすごい。もしお笑いじゃなくて何になろうとしてたのか俺やりたかったのは、美術。の先生だっけ。違う違う違う、ほら、映画とかの特殊メイクとか。ああ、そっちのね。でも、ああいうのも、なんか仲間みんなで言ったら、俺だけ帰らされたことがあって、なんか恐竜のね、なんかパビリオンみたいなのを作るバイトがあって、どこについてたんだなんか断トツで下手みたいなこと言ってたもんね。うん、でも俺立体は上手かったから、の、多分に、ちょっといっぱい、でも俺はその時いっぱい行き過ぎたから、たまたま俺は、一番後ろにいたからかなとは思ってんだけど、なんか知らないけど、俺は、なんか。呼ばれなかった。そう。最終的に。いや、唐木くんは大丈夫今日。で、次は全員じゃなくていいよって言われて、で、君だ君だ君って中に俺が入ってなかったんだよね。あらあれ一番夢を持ってたのに。そうそうそう。そうよ。えって、行きたいです。そこでなんかそう、つてができてたら多分そっち行ってたと思うわ。ああ。今思えばね。だその後そのバブルが。なんか、すげえバイトをして、何十万も貯金があるから、大丈夫だって俺に言ってた。そうだ、警備員のバイト、それはだいぶ出たんでしょだから2万7千。こんなにお金がいっぱい俺が貯金があるから。そう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 。全然まだ、今まだやっていけるんだ、なんて言ってた。まあまあまあ。そう、1年目すごい極貧生活したら、100万ぐらい貯まったのかな？すごいね。学生というか、まあ、卒業してそれだけ貯められる。俺なんて金が1円もない時代だから。そうだね。100万も持ってんの ?80 万ぐらいだったから持ってたから。俺80万持ってるよって多分言ってたんだと思う。言ってた。20、すっげえマウント取ってくる。3、4。3、4で。警備員のバイトしてたから。80万持ってるから。1年だったら80万貯まったから。すげえ言ってくんな。まあだからこれでやりながらでもまあできるから。まあ確かになんか余裕は。だからもうその時はさ、警備員の部屋でずっとゲームしながらね。ファイナルファンタジー5をずっとしながら、3日間家にも帰らず、昼ずっと警備室に隠れてゲームやってたんだけど、その時はもうだから、プロにもう受けてなかったし、覚悟もないし、みんなすごいじゃない？みんなすっごい面白いから。まあ周りはね。俺はもうこのまま警備員で、死ぬんだなって思ってたからね。いや、まあ。でも同じ警備員やってたわけだから。そうだね。ケンタロウも。そうそう。もうケンタロウは、見えたっつって早い段階でやめてたからね。また見えちゃったの？いろいろと。俺より1年以上前にやめてたから。あ、そう。そうそうそう。え、で、それで、ケンタロウはもう、でもラーメン、その時もラーメン。もちろんラーメンですね。ラーメンとか出るようになって、割とすぐケンタロウやめて。あ、そういうことね。そうそうそう。でもお金はもらえないからさ、あの頃。まあね、そんなね、高かった。単独ライブやってもお金になんなかったけど、なんかもう、やめるっつってやめて。いやまあじゃあまだちょっと、そこでも不安というか、だった人は。ずーっと自信がないまんま、ちゃったね。まあね。大学の教授にも言われても、お前は自信がない、自信がないって感じだったな、あの時はな、って言われて。そう思われてたんだな、と思ったけどね。当時ね。うん。造形だけはね、自信あったんだけどね。それもだから変、なんか俺。でも返されちゃったからね。そうなのよ。だから諦め
で。ニールセンとかいたし。行けばよかったんだよ、その。そう、だから、そうなんだよね。ま、もう一回、だから、3個の例じゃないけど、やる気さえ見せれば。やる気を出せば。だから、それが引っ込みじゃダメだよね。まあね。これ聞いてたら、若いリスナーに言いたい。でも、下手でもやる気見せたら、でも、批評癖はあったんだよね。あ、だから、プライド高いからさ。あったあった。返された時に、このプライドが傷つけられたから、いけないんだよね。ああ、そうかそうか。多分。なるほど、当時はね。なんか言ってた気がするもんな。心に残るものは、俺の方がうまいとか言って、うん。ああ、そう、絵が下手だったから、俺の方が心に残る作品になると思う。ケンタロウよりも俺の方が心に残るもの、うん。ケンタロウが早くてうまいんだけど。でもあいつの方が早いし、うまいし、綺麗だけどね。だけど俺の方が心に残る。そうなんだ、そのフォローみたいなの言ってた。そうそう、それ言ってた。あ、言ってた。言ってて。で、俺は、あ、はぁ、つって。いや、はぁ、そうなんだ。あ、まあまあ。じゃあ純粋だったね、まだ。あの、アパートの屋上でね、絵描いたもんね、俺ね。ピュアなやついの時だね、まず、ね。うん、見に来てたもん、やついは。うん。よくケンタロン家行ってたから、俺。そうなんだ、ね。すぐ近く住んでたからね。隣に住んでたから。隣で下かな、うん、違う。ちょっと離れた。ちょっと同じ上の町。上の町の。そんな近い時にいたんだね。そう、4年の時だけね。なるほどね。近く住んで。よく遊び行ってたんだよね。そうか、そうか。うん、ケンタロン絵描いてたよ。どうなってるの、やっぱし、でも、心には残ってなかった。心残ったよね。あの人の顔ね、でっかい顔ね。誰の話？どっち？俺の絵。いやいや、今、片桐の話してないから。違うじゃん。え？引退した人の話したいから。あ、そうか。何残る？まだやっていく人の話なんかしないから。そんな言い方なくないか。興味ねえし。君まだやるんでしょ？やるよ。君まだやるんだったら価値ないし。そうだね。続くし。価値ないしやめてください。さっきからさ、ちょっと待って、ずっと待ってても、ずっと自分の話してるからさ。いや、だから比べてって話ね。いいの続ける人の話は。やめる人の話してよ。でも確かに当時の絵はあんま見たことないから。いや、見てたよ。よく見てた。うん、卒業のなんか制作ビートグラフね。よく行ってたから。うん。行ったよね。あと個展もやってたもんね。池袋でね。一回行ったな。見に行ったよ、俺。お面とかいっぱい作ってたよね。その時よくいたもんね。でも確かに、まあ、辛そうだったけどね、いつも。まあ大変だよね、まあ、締め切りに。ああ、やだやだって言いながら書いてた。締め切りに追われて。まあ、早いからね、ケンタロウ書くのね。似顔絵とかすげえうまいもんね。うまい。ああ、そう。まあ、確かに絵うまいね、そもそもね。そもそもうまいって。でも、片桐さんはやっぱ言ってたよ、そって。俺はね、うまくはないんだけど、なんか残る。で、俺も未だに覚えてるのは、ラーメンズの、その、ネタが変わった瞬間みたいなのがあって、最初漫才やってて、で、一緒に俺も、同じバイトしてたんだけど、俺ちょっと、自分からちょっとそのバイトを辞めたんだけど。違う、クビになったの誰も首に、誰もクビにならないって言われたバイト、俺だけクビになっちゃったんだけど。日誌にバカみたいにネタ書いてるから。そうそう。それを残して書いちゃったのそのまま提出しちゃって。提出しちゃってじゃねえんだよ。ね、なんでこんなことしてんのって。そうだよ。そうだよ。で、首になったんだけど。それもだって、ケンタロウ伝いでだもんね、首も。いや、俺首になんだって言ったら、あ、うん、俺それをね、今日お前に言わなきゃいけないと思う。紹介だったからね。理事長室に俺一緒に行ったもんね。だから謝らされて。とにかく俺は、本当にどうしようもない。迷惑かけてんだ。そうなのよ。で、それよく言ってたわけだから。はいはいはい。家が近所だったから、池袋のその警備員だったのよ。うん。それで、小馬券が、家が近かったよ、池袋から。赤羽かな。東十条。東十条か。で、なんか、それだから、なんか、ちょっと遊び行くみたいなことが結構あったんだよね。そうだよ。ま、なんか、広めのマンションだったよね。そう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 、親戚のなんかね。なんかね、そんで話してて、その笑いの話をしてたんだよ。よく。はいはいはい。それで、ある時、なんかそういう話になったんだよね。ちょっと、方向性を変えようっていう。うん。こうすればいいんじゃないかみたいなこと言い出して。はぁはぁ。それなんて言ってたの？いや、なんかね、昔の話になって、そのラジカルとかの、ラジカルの竹中さんとかシティボーイさんとか俺が好きだから、こういうスタイルでやってんだよね、なんつって言ったら、だから俺もあの箱みたいなやつを使って、カウンターをこう箱みたいなのを作って、それでやるスタイルだったわけじゃん、ラジカルって。そういうスタイルだったから、ああいうかっこいいよね、なんつってたら、その、ケンタロウが、俺もそれ考えてんだよって言って、それで箱式になったの。ああ、ね。それ、まあ単独でね。うん、期待会単独箱式。だから、そのスタイルもうやってるよって言ったけど、でもまたちょっと押し進めた。そうだね。もう、まあ見立てたり。より形に使ったりね。で、その箱のこのキューブ、球体をこう何個も重ねて机とか、椅子とかっていうのをやってるスタイルがかっこいいよねっていう話をしてたら、で、そういうのやりたいんだよね、なんつってたけど、で、ケンタロウもそれを考えてたって言って、先に箱式をこうやったんだよね。なるほどね。その後にね。その後ね。まあ、それがでもまあ、
まあ人を呼びって感じだよね、人気でね。そうだね、新人演芸大賞、うん、まあ優勝できなかったけど決勝行った後、うん、オンバトがあって、その前に単独があったみたいな、すごいタイミングよく。あ、まあ第3回ぐらいかな、ね。でも、なんかその単独ライブとテレビとかうまく繋がった時があったね、ね、98から99にかけてね。そうそうそう。あの、箱もだが最初はさ、あの、もう、ケンタロウが作るからさ。ああ、まあまあね、美術、ね。しっかりしたやつにしようって言ってさ、うん、あの、PDF、PDF、なんだっけ、MDF ボードってあの、修正材のさ、うん、板を切ってやって、めちゃくちゃ重くなっちゃってさ。はい、でもそれを、まあ、使ってたんだけど。うん、だからなんか、不思議だよね。うん、宮沢明夫さんが作演でさ、うん、竹中さんも、だけど、二人とも玉美じゃん。そうなんだよね。ああ、なるほど、ね。だから、玉美の人、箱使うよね。うん、だ玉美になった時でお笑い始めたら竹中みたいになりたいのかって、すごい教授とかに言われたもんね。ああ。でも、やってることは今話聞いてたら一緒だよね。うん、そうだね。モノマネやったり、うん、パーティーやろうだし。うん。本当だね。なんかあんのかもね、そういう、なんかね、うん、系譜がね。大好きだろうしね、竹中さんもね、うん。大好きだよね。だから似てたもん。似てたというか、うん、ちょっと。まあまあまあ、うん。雰囲気似てたよね。うん。確かにね、うん。器用な感じとかね。うん、変な、真面目な顔して変なこと言うとかよくやってたもんね。そういう芸っぽいのがね、好きだからね、うん。技術のやつはね。でも俺はもうこういうの、なんかその時も、その時も言ってたもんね。なんかもうテレビとかじゃなくてみたいな。本当？もうライブでと。そう。もうそういう、客前でやるんです。なんかね、常になんかいつも分かったって言うんだよね。ライブが。いや、でもまあまあ、俺が何にも分かんないんだけど、ライブが終わった後に二人でなんか話してったら、分かったとか言って。で、ある時、そのなんか、やついは、そのライブに出るたんびに、どういうモチベーションでライブやってんのって言われて、怖い。俺は、やばい。これはなんか来たと思ったんだけど。怖いよ、これは。だけど、まあ、まあ、そこの人が、来た人が楽しく笑うような感じは、かなぁなんか言って。そんな感じだよな。したらすごいな、みたいな。うん、あ、そう。俺はそんなことでは続けられない。えちょっと一歩。うまくいってなかったかもしれないね。一歩先に行ってるから。何か一つ、やっぱり常に、得るものがないと、うん、その、うん、やれないし、うん、その得るものが、うん、得るものを、うん得るものっていうのは、そもそもその課題を自分で作って、それに臨むと、はいはいはい。なるほど。この舞台、ライブにね。そうやってやっていかないと、うん、なんていうの、うん、モチベーションがないみたいなことを言ってたんだよね。うん、まあまあ。すげえな。すげえな、確かに。あの当時で。俺なんて、のほほんとしてたなと思って、うん。受けてよかったしか俺も思ってなかったもんな。の方やね、同じだったけど。それでまあ俺たちの取り残されたんだけど、ね。まあ確かに。まあそうなったけどね。いや、まあ、結構いつも課題持ってやってたよね。そうだね。だからまあ今回もだから、ね。だからなんかあんだろうね。なんか一個課題もまた見つけたんだろうね。そうだね。まあ爽やかな顔してましたよ。また分かった、分かってるんでしょうね。うん、新しいことができるっつって。はい。まあでもこう結果ね。そうね。うん。ちょっとね。まあ、あれですけど、まあ、悲しい。期待してほしいですけどね。悲しがってる人も多いかもしれませんけど。そうなんですよね。そうなんですよ。でも、まあ、どっこい片桐はね、ちょっとやっぱ生きてるんでね。片桐がいるんでね。だからその、ネットとかでさ。やね、辞める人ってさ、価値あるけど、辞めない人って価値ないんだよね。ほんとそうなんだよ。片桐は興味ないって書かれてて、俺もうマジやだったもん。ああ、読んじゃった、嫌なやつ。ネットの心ない記事読んじゃったっ。いやね、まあ、小林は惜しい片桐はどうでもいいけど、ああ、これ読んじゃったと思って。それはもうムカつくよね。ムカつくよ。それはもう。なんでそんなことやるの？いるよ、片桐もいるよって。それ俺読むよっていう。だからじゃあ辞める宣言しないんじゃん。辞めないよ。そうだよ。辞めない！はあ、なんだ、はぁ、あ、くつんね。やめないなら価値がないって何なんだよ。バカ。バカ。え、なんでもないわ。はぁ、じゃあ、寝ようか。モンゴ太郎エレカタのコント太郎。エレカタのコント太郎。エレカタのコント。聞いてみたら。お前たちはいつ辞めんだよ。じゃあ決まってない。俺たちは死なないんだもん。そう、俺たち。死なないっつっちゃったね。死なないよ。それまた別の話じゃん。俺たちはもう決めてないから。そうそう。そういうのは決めてない。決めてんじゃん、俺だって決めてない。でも死な。やめてください早く今決めてやめない。やめない。未定です。いや、でもそれやめるってことに言っちゃってるよ、だって、ね。なんでだよ。だって未定って言っちゃってる。だって死ぬまで。
死ぬこと決めちゃってんじゃん、まず。死ぬことはみんな決まってんだよ。いや、決まってないよ。決めてないもん、こっちは。決めてなくても決まるんだよ。決めなくても死ぬんです。いや、だから。どうせ死ぬんです、お前なんか。ああ、ってなんだ。いやー、ね、ケンタロウの話ばっかりしちゃって、おしゃれよ。ほらー、もう。何がほらー、もうなのよ。何がそうなの。まあでもね、なかなかね。何よ。うん。そんなね。でもうちのだってもうティンクルコーポレーションの筆頭になったわけですよ、その片桐さん。いや、前から筆頭ですよ、そんなの。だから筆頭としてやっぱちょっと号令をかけなきゃいけないし、これまた。去年の忘年会で俺、新年会が言ったでしょ、今年の新年会、去年の忘年会で。なんて？俺も、健太郎引退することしてたから、あの、皆さんお金を作ってください、事務所のためにって、すごい言ったの。うん。キャットンとしてた、何こっち言ってんだろう、急にって追われてたけど。うん。それを見越して俺は言ったんだけど。うん。誰にも響かなかった。そう。全く思ってない。だからなんかやりたいことあんだったら、その、うちのマネージャーでも何か言いじってくれっつって。はいって言うけど、白石にマネージャーに、なんか言いに来たぞ。いや、誰も来ないです。うん、誰も来ない。そうか。うん。だからちょっと、やっぱりこれはまたね、引き締めないといけないですね、またね。いや、もう。金井さんが。でもまあ、もう。うん、まあ、別にいいと。うん。もう自分がよければ、とりあえず。そうやっぱちょっとツインクルは心配ですけどね。まあね、これからね、ちょっとどうなるか分かりませんけど、ね。大丈夫かなと思って。ね、まあまあまあ、なんとか。大丈夫だと社長は言ってますけどね。やってきますんでね。やっていくしかないですからね。まあ、入れ方もね、まだありますから。だから僕は変わらないですよ。え？変わってくださいよ、じゃあ。何ですか、変わらないって。いや、だからそのね、やめないし、入れ方だし。やめへんで。やめへんでだし、うん、その別に、舞台もね、今稽古中の舞台も、前からやってる舞台ですし。はい。だから、心配しないでください。で心配してないんじゃないですか、みんな。親とか電話かかってきたんだから。大丈夫かって言って。まあまあ、親はね。あと、その、共演者のさ、奥の木からの、大丈夫、うん、とかって、いや、大丈夫ですって言って、うん。コロナでしょ、それは。大丈夫かって。いや、コロナはもちろんそうなんだけど、うん、コロナはみんなもう受けてますから、PCR ね、うん。うん。みんな陰性でしたから、ちゃんとそれはいいんですけど、うん、なんかすごい、こう、言っちゃいけないのかな、みたいな感じになってて。まあ、それは。あとその、松重さんとかは、健太郎に言っていいみたいなメール、LINE が来たりして、メール、やってくださいとかって言ったりとか。うん、まあ。だからすごい、なんか変に気遣わしちゃったら申し訳なかったなと思うけど。まあね、でも、これからも生きてますんで。え、死なないんで。まあ、晴れ晴れとって感じなんですね。晴れ晴れとしてました、とても。うん。いや、健太郎にね、一言でもやっぱちょっと。ああ。いやいや、でも本当に。欲しいですよね。そうね、この入れ方もね、ずっと続いてますし。そうですね。最初の頃はね、ネタとかも作ってもらいましたね。そうです、そうです。おかげでね。うん。うん。だからまあ、本当今の僕がいるのは健太郎のおかげですから。はい。うん、だから、何うんって何大丈夫です。違うんだから違うんだよ。いやいや、だってそうじゃん。文面通りなんですよ、それは。文面通り。ツイッターとかで上げてる。いろんな大人の一回入れてるじゃん、検閲が。いや、検閲でチェックしてもらったらこういうこと書けますよっていうのいいじゃん、別に。だからその、なんか誤字脱字じゃないけど、変な意味回し聞きと、なんか、誤解される言い回ししてないかな、みたいな。チェック気持ちを乗せてほしいんだよな。流れるように植えちゃってるじゃん。流れるように植えちゃダメなのかよ。いや、だから、何回かもう。とりあえず、お願いします、じゃあ。まあまあ、とりあえず。そうですね。とりあえず、はい。だからまあ、ラーメンズ待ってた皆さんに大変申し訳ないんですけど、うん、まあ、11年やってなかったんでね、なんか、そのやるきっかけがないままずるずる伸びちゃったんですけど、はい、なんていうんですかね、その、17回公演で終わっちゃいましたけど、ラーメンズのネタは YouTube で見れますから、これはずっと出していくと思うので、うん、それ含めてね、今後も片桐と小林を、よろしくお願いします。ここからだよね。なんだここからだよね。はい、はい、2番。2番ってなんだよ。2番って何なんだよ。いや、1番聞いたの。1番は聞いたの。聞いたの？聞いたから今、今、うん。まあ、だけどね、大丈夫かね。全然内容ね。全然内容ないじゃん。検閲通らないと全然ない。爽やかな顔してたけど、大丈夫かなと思います。やっぱり。まあ、心配な気持ちもちょっとあるの、ね。やっぱり舞台で、こう、うん、お客さんの反応を受けるって快感ってもう、はいはいはい他に変わるもの多分ないと思うんだよね。確かに。うん。だから、そのあいつは書くことが一番好きだって昔から言ってたけど、うん、でも自分が出るの込みだったわけでしょ？まあそうだね。それが、その、出たいはずだから、うん、こう思われたいっていうのはすごいあるから ね、まあ、ね。だから、そういうのがなくなった時に、うん、なんかそのモチベーションをどうするのかなと思ったけど、でもいろいろ考えてるみたいですからね。なるほどね。うん。うんらしいですよ。うん。じゃあ3番。3番も必要ですか？だんだん来たんで。だんだんいい感じになってきた。いいのが出てきた。いいのが出てきたの。いいのってなんだよ。
いやだから最終的にやっぱチリハクまで見たいんだよ。いやまあでも俺は俺でちょっと責任は感じてますよ。なんか思い出とかもあるじゃない、うん、いろいろなんか覚えてるとかね、まあ、こういうの覚えてるとか。だってお笑い界としては最長やったんじゃないですか、ライブは。その公演数とかも。ああ、そうかもしれないですね。72公演やりましたからね。まあ、ゼロさんとかもね、結構やってるんだけどね。ゼロさんも今もっと多いかもしれないですけどね。はい、ね。でもまあ、各地でね。そうね。全国回って。そう、ビデオを、DVD を売って、各地回るっていうビジネスモデルをね。ビデオの時代ですか。そうですよ。ツタヤに置いてもらって、8ミリ。それで。8ミリでしたっけ ?VHS に決まってんだよ。8ミリのビデオのレンタルなんかねえだろ、バカ。ああ、怒られちゃった。3番は怒られるやつ。3番怒られるシーンが入ってるやつね。だそういうのを、だから、当時ほら、テレビ出ないと芸人としては、その、何、売れて方法がないって言われた時代に、それを、まあ、発明して、うん、その、始めたっていうのはやっぱ、健太郎だからね。そうね。うん、それで俺も暮らせるようになったから、うん、だからすごいなと思ってたけどね。そうね。うん、だそういう、いろんなことをこう、新しいことを考えるのは好きだから、うん、今後もなんか、すんのかな？新しいことね。うん。漫画も書いてますしね。ツイッターで上げてますけど。うん。4番。いや。これ造形もだってそもそもでしょ？そうだよ。粘土道だって、もともとはラーメンズで一人ずつ順番に各週でネタ、なんか、一ページ上げるから何でもいいよって言って、うん、ケントロ一コマ漫画が書いてて、片桐どうすんのって言われたから、俺どうしたらいいって聞いて。片桐粘土やったらいいんじゃないのって言って。ちょうどお笑いの、雑誌が出てて2回ぐらいで連載してた、あの、ラーメンズの二人でその、下駄をテーマにアート作品にするみたいなことをやってたんだ。今回はお題はウクレレですみたいな。はいはい、それで俺は粘土を使ってたから、うん、あれを今回やればいいんじゃないのって。あれやるって言ったって俺文とか書けないよって。文はじゃ俺書くから。全部考えてもらう。全部考えてもらうじゃん。なんてタイトルがいい？出た。ぶっ飛ばしちゃうよ、俺だったらもう。全部質問で返して。自分で考えてる感だけ出てるよね。粘土は俺は作るから。そこずうずうしいんだよな。でもまあこれ小道具、ネタの小道具みたいな感じ。ラーメンの小道具を俺作ったりもしてたからね。いや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 。だからその小道具の延長みたいな感じで、ストーリーが思いつくよね、健太郎は、つって。ちょっと。わかったわかった、つって。締め切り間に合ったらその写真とかデータを送って、これ名前なんて言うのとかなんて言うと思うって言って。君はどう思う？ずーっとやってましたもん。ずるいよ、ほんとに。ずるいな。そりゃ感謝しかないよ、そりゃ。ほんとだよ。ほんとだよ。なんとか人災みたいなこと。片桐さえ人望ロボケたら考えたからね。うん、人間国宝っていうキャラだと、芸人だし、なんか造形もするし、ネタ的になんか、可能性あるから、語りさえジンゴロって、こう、ヒゲのさ、ハンズ、あれ、これ買いないとかって。全部だよ。ビジュアルもだよ。全部。あと、サムエ買った方がいいよって、サムエ買って。すごいじゃん。そうそう、セッタで、つって。すごい、全部、トータルコーディネートしてもらったのね。そうそうそう。もうまさにそうだ。当時全部そう。いや、まあ、すごい、ね。こういう服を着ろとか。はいはい。うん。いや、古着屋さんに行ってとか。素晴らしいですね。うん。買ってもらったんだ。そう。じゃあ、それ一言お願いします。はい。一言。聞いてくれてると思うから、うん、聞いてるよね、きっとね。聞いてくれてると思う、うん、まあでもね、本当にこれからもね、なんて言ったらいいんだろうな、うん、でもなんか、泣かないで。泣かないんだけど。だって、いや違うんだ、だってさ、やって会ってないし、やっぱ渡部さんと、あれでしょ、だから泣きそうで泣かないやつ。あれでしょ？いや、泣きそうじゃないじゃん。あれは泣こうとして泣けないやつでしょ？いや、こっちもガキの使いじゃないんだからさ。こっちが使えないんだよ。いや。こっちだってガキの使いで来てんじゃないんだよ。これ、TBS の偉いさんも見に来てんだからさ。ガキの使いじゃないじゃん、だって。こっちだもらわないと、その泣くぐらいのやつは。いや、泣けないよ、別に。そうね。エグエグしてもらいたいわけよ。エグはしない。だって別にさ、ね、死ぬわけじゃないんだし、これからはどうすんのかなっていう。じゃあ、謝罪。謝罪で言うと今までその期待させて謝罪早いな皆さん。これはもう謝りたい。俺もね、心苦しいところはあったよ、サイン会とかいろいろイベントをするときに、次ラーメンディズあるんですかって見てって言ってましたけど、ここ1年に関してはもう嘘でしたから。あれに関しては本当に申し訳なかった。本当、謝罪のガチャをするしかない。俺だってしどかったよ、そんなこと。謝罪のガチャを。謝罪のガチャって。早い。謝罪のガチャってなんだよ。ガチャはやんないよ。関係ない。
そんな茶化すじゃないか、じゃなくて。しかも早い。ちょっと、ね、早かった。俺だって死んじゃったよ。なんかその、なんていうのかな。聞いてなかったじゃん。俺2回目だからね、謝罪のガチャ行った。逆ギレするのは早い。そうそうそう。うっせえな、うん。そういうのやめた方がいい。そうだよね。そういうのは。うん。これは。ちょっと今ちょっと言葉が強くなっちゃったけどね。そうでしょ、うん、うん。そんなことないよ、本当に。感謝しかないですから。まあまあまあ、ね。うんということで、本当に皆さん今後も、ね。いや、でもそういう意味では、うん、この作家の川尻も、小馬券が札幌から連れてきた、ね。そうですよ。東京来いっつってね。まだね、うん。感謝しかないよな。お前もなんか言っとけよ。そうだよ。まあ、確かに。聞いてるから、今。うん、聞いてるかな、うん、聞いてる。うん、聞いてるでしょ。ほら。ありがとうございました。お前ずるいよ、そんなもん。バカのふりしておい、川尻、お前ずるいぞ飛ばしてこいつ。何なんだよ絶対思ってねえじゃん。何なんだよ全然思ってないじゃん。ありがとうございました。いやいや。ありがとうございます。まあ、今たちも言っといた方がいいんじゃない？いや、ほんと、だから最近全然会えてないから、やっぱちょっと、飲みにとか行きたいよね、本当にね。話してもないし。全然。ありがとうございました。だよ今の変な無の時間よ。やついがなんかやついに言ってやついなんで答えないんだよ。じゃだからもう結局だからそうなっちゃうよ、うん、だからね。そうなっちゃう。いやだから本当にね。うん。ありがとうございます。なんだよ。俺らがありがとうございました全然意味わかんない。意味わかんないよね。そうそうそう。だって同期だからね。そう言ってみたら。ね。そうだからまあ関係性は変わらないから。いやでも本当ね僕ら最初にやらせてもらったラジオもねラジオ金閣寺。ラーメンのラジオ金閣寺ね。ラジオ金閣寺も、しんどかったな。やっぱり健太郎さんがね、やっぱその諦めてくれたことで、そうね。僕らに回ってきましたし。そう、そっか。それは引いてはエレ方に。よくね、僕らもゲストで、ラーメンのラジオ金閣寺呼んでもらって、喋ってたら、ネット放送ね。終わった後に、よく片桐くんが、すごいずっと怒られてるのを、僕らも横目に見てました。なんで片桐は、今立ちとか、みたいに喋れないんだ。お前は、なあ、俺がさ、こうやってボケたらさ、やつみたいにこう、ボケたらさ、今たちみたいにさ、突っ込まなきゃお前ダメだろ。なあ、片桐。いやなんでできないんだ。いや、そんなこともあったから。ごめん、見てました。うん。まあ、気づいたらね、僕らの番組になってましたけど。だからね、ありがたい。ケンタロウがすごいいろいろ考えてネタ作ったりいろいろやってる時に、やっぱ考えてなかったから、ケンタロウがこうしてくれとか、うん、そのダメ出しの意味も分かってなかったことがあったけど、後々いろんな芝居出て演出家が言って、ケンタロウこういうこと言ってたんだなっていうのが、うん、だいぶ経ったから分かったよみたいな話は、まあ、本人にしましたけどね。気持ちをね、ちょっと組めてなかった。それは本当に申し訳なかったなと思う。まあそう、やっぱね、うん、謝罪は早いですね、やっぱね。うん、流れるように出てきますね。そんな、ラジオ金閣寺で、ボコボコに言われていた片桐くんと、15年ラジオ、やらせてもらってね。伸び伸び教育でね。こっちは。やっぱり、片桐くんもね、独り立ちできるようになりましたんでね。すごいですね。してますよ、してますよ、本当に。もう安心してですね。そうですね。裏方になっていただいて。ね。ちょっとまたね、ちょっと楽しみですね。そうですよね。またやりたくなったらぜひね。そうですよ。いつでもいいですから。またやればいいんですから。やりたくなったらまたやってね。うん。やってください。自由ですから、何やったって。それまでやっぱり我々もね、コント続けないといけません。頑張んないといけないんですよ。いつでも戻ってこれるように、片桐くん僕らがいなくなったらコントやらないんですから。そうだね。やる場がなくなる。その11年僕らは片桐くんにコントをやらせ続けてきてますから。そうよ。そうよ。そうなんですよ。本当だね、入れ方がなくなったらもう。もうこれはことです。ないですね。ケンタロウが復活する場所がなくなっちゃいますから。そうよ。そうよ。やんなきゃいけない。というわけで、あ流れるコントライブが決定いたしました、皆さん。ありがとうございます。この中これはね、みんなで支えていかないと。うん、そうよ。うん、皆さんが。みんなの大好きな小林ケンタロウが戻ってくれる場所が、なくなってしまうんですよ。もう、よくも出たことないでしょ。エレカタっつってね。いや、だから、片桐が。しかないでしょ。我々が続けてることで。コントがね、続くからね。そうなの。片桐がコントの、ね、あれを愛してる時だからね。はい。どうですか、ケンタロウさん。言葉できない。ラジオ金閣寺でやっぱ育ってるでしょ。喋れるようになってるでしょ。マジ地獄の時代だよ。燃えてるな、片桐さん。マジ切れすることもできるようになりました。そうよ、マジ切れで。そんなエレカタコントライブ、OK コントの人です。はい。すごいよね。OK コントの人。これもう全く決まってない時に決めたんだよ。OK コントの人ってなんかすごい意味ない。まあなんかね。こうなっちゃうと。まあ何でもいいね。コントの人？何でも。OK にしてこうって。OK。OK じゃあこっから OK やってこうぞってことでさ。そうです、そうです。OK コントの人。2021年2月の3日。お。
2月、から、うん、7日まで、うん、の全7公演2021年か、銀座博品館劇場にて、寒いなまた行います。料金等詳しい情報は来週12月12日のこの番組内で発表いたします。 お楽しみにということですね、はいはい、うん、一応日程だけ、場所だけ決定いたしました、はい、なるほど。ぜひ皆さんこれ見に来ていただきたいね。そうよ。みんなで、ちょっと。毎年この時期にやってますからね、やり方コントライブね。ラーメンズね、解散後初じゃないですか。そうよ。そうですね。うん。言ったらね。うん。まあだから11年かやってないからね。だから本当にもう解散して、シングルの片切りをね、見れるのは。ずっとシングルでやってんのよ。シングルで。エレカタにね、電撃加入しましたから。いや、だから電撃じゃないんだよ。15年経ったにも入りましたし。あんた15年って言ったよね。エレキコミックにもね、もう入れてしまおう。もう入れて、いやいや、入りますか。それはエレカタだっつってんの。エレカタ。エレコミックの片切りじゃん。いや、エレカタでいいじゃん。そろそろ俺らも3人組にしようかな。いやいやいや、それがエレカタなんだって。エレキコミック2人組。だからもう、カタいらねえなと思ってたの。なんでだよ。エレコミックでいいじゃん。いや、エレコミックはさ、ラーメンの大看板があったから、一応片切り残してたけど、もういいよ。もうエレキコミック？じゃあエレカタを、じゃあエレカタだって15年やってんだから、エレカタ大看板があるじゃない。じゃあエレカタはエレカタのコントタの大看板でもやるときは。エレカタもやるし、エレキも、エレキもラーメン、エレコミックのラーメンズ。エレコミックのラーメンってなんだよ。エレキコミックは2人でやってよ。いや、そこに入れるから。なんでだよ。いやいや、そろそろ3人行こうかな。いいじゃん。エレカタじゃん、それ。いやいや、何にも買わなくなって。でも買ったからもう俺たち今、アルファルファ状態だから、今。アルファルファ状態じゃないの。わかりやすい。違うの。ゼロ三にしていかないといけないから。ゼロ三がやり方なの。アルファルファもあるし。プラスドライバー。プラスドライバーじゃないし。プラスドライバーの人でしょ。プラスドライバーは各社でしょ。だから。そう。メガネ番長だよね。メガネ番長。各社だよ、それ。そうでしょ。だから。だからでしょ。アウンの人じゃん、それ。違う、違う。エレカタ、三人はエレカタ。何で分かんない。何で分かんない。はい、異論は、異論は認めません。なんでなんだよ。エレカタは三人。エレキは2人。来週からは本当エレコミックの片切り。やだよ、エレカタの片切り何が悪いんだよ。じゃあ、エレカタの、エレカタって何ですか？エレコミックの片切りで、何回、今日何回、700何回目だぞ、お前バカ。本当に。エレカタのね、エレカタ時代のコントライブ、ラブラブコントの人の DVD も発売が決定いたしました。こちらの方の詳しい情報も来週ということで。全部来週でいいじゃねえの、毎回。はい、ということになってますのでね。はい。じゃあ、あれ、な、みんなでせーのでな。せーの。小林健太郎くん、ありがとうございましたじゃあ言うなら言うでさ、そう、茶化してたそこ。茶化してないよ。絶対曲がりしてんだろ。バカになんかしてないよ。バカになんかしてないよ。